報われるまで努力。うん、天蔵選手若いですけどね、かなり渋い、先の先まで見据えてますよ。この先何年、例えかかろうと目標達成するまでにずっと努力を続けてやろうっていうね、素晴らしい。なんかこう座右の銘のところにはどの選手もなんかこうネタに逃げずに真剣に書いてくれるっていうところで、結構向き合った感じで、俺は村氏の注目選手がどういった座右の銘を書いてくれているのか、ちょっと上げちゃいましたね、今注目ですねこれ。はい、さあそれでは、こちらスラッシュゲーミングから、スラッシュゲーミングって言った今、スラッシュゲーミングからは美獣。さあここちょっとまずはね、ちょっと好きなエージェントからいきますよ、はい、ブリム、いいこと言ってる、顔が俺に似てるから、なるほど、チームメイトに対して言ったこと信頼しているので自分のプレーに集中します。座右の銘、朝起きれたらスペシャル、起きれなかったらブラッシュ。そうなんですよね。どういうことですかこれは。いや分かんないです、これ分かんないですか、どういうことなんですかね、これ。起きれたらスペシャル、起きれなかったらブラッシュ、なんか対比なんですかね、このスペシャルとムラッシュっていう。あ、賢いですね。なんか特別っていう意味はスペシャルにあると思うんですけど、まあ、そうですよね。ムラッシュはじゃあ一般的っていう、そうそう、いつものってことかな、これ。そうで、ムラッシュだから、ムラッシュゲーミングの人から、まあ、でも座右の銘ですよこれ。そうこれ、ね、あ、意外と深いんですよ、どうすればいいのかっていうところになりますけどね。ちょっとこれはムラッシュゲーミングさん説明を求めます。はい、よろしくお願いいたします。ししますさあそれではマップ版結果、こちら確認していきましょう。手がすごくあると思います。お、素晴らしいですね、うん、そうですね、ありがとうございます。あともう一点、あのちょっと美術さん意気込み今回いただいてたんですけど、あの朝起きれたらスペシャル、朝起きれなかったらブラッシュって書いてあったんですけど、あれ、はい、どういう意味ですか、ね、あれ本当座右の銘の意味が分からなくて、はいはい、まあ、あ、そもそもね、オーナーが言った、まあ、格言みたいな名言みたいなのをとりあえず書いとこうと思って、はい、なるほど、書いただけです。じゃあブラッシュゲーミング全体のキャッチコピーみたいな。ちなみにキャッチコピーあれがどういう意味なのかっていうのは説明は、まあなんか朝起きれるだけで偉いよと。なるほど、まあそんな感じ。もう起きれなくてもムラッシュだよと。ムラッシュだよっていうのはあんま深掘りしないでください。フィーリングでやっぱ受け取るのがベストみたいなところありますよね。俺が滑ったみてえじゃねえかてめえ。ありがとうございます。やら、はい、